富士吉田インターチェンジ周辺の図富士山有料道路は、山梨県南鶴郡富士川口湖町から、富士山5合目付近に至る有料道路である。開通時に富士スバルラインという愛称名が付けられた。終点、富士山5合目山梨県南鶴郡富士川口湖町、船津の中央自動車道川口湖インターチェンジ東、富士五湖道路富士吉田インターチェンジ及び、 国道139号から富士山の北斜面を登って富士山5号目までの延長約 29.5km 標高差約 1200m の山岳ドライブウェイで富士五湖地域の主要観光道路である富士山有料道路は道路の正式名称で道路全線の路線名は山梨県道707号富士川口湖富士線に認定されている 有料道路として開通し2005年に料金徴収期間を満了したが、その後は維持管理有料制度に移行し、引き続き有料での運営が継続されている。なお、運営は山梨県道路公社が行っている。8月の夏季シーズン中は、平日でも富士登山客で大変混雑することから、交通渋滞の防止と環境保護のため、 静岡県側の表富士周遊道路の登山区間とともに前川規制が実施される。冬季閉鎖はない。富士スバルラインは、雄大な富士の自然と景観の中を走る道路として高い、評価を受けて道県道路線上にある川口港橋とともに、旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選の雄大な富士の道として選ばれており、 その検証費は国道139号公点スバル立体付近の沿道にある。富士山5号目は古くは江戸時代から富士登山の玄関口として賑わったところで富士スバルラインは1964年に開通して以来50年以上の歴史を持つ。山梨県営発の有料道路で1964年東京オリンピック開催に合わせて開通した。 富士山有料道路の開通により、山頂側の富士五合目は、富士登山や富士観光の一大ポイントとなっている。五合目より、下の吉田口などの登山道は利用者が減少することとなり、これにより登山道に所在する山小屋は衰退し、山小屋に安置されていた富士信仰に関する彫像の多くも山から下ろされ、所在地を移転している。 中央自動車道川口湖インターチェンジ、東富士五湖道路富士吉田インターチェンジからすぐアクセスできることから富士登山道路としては最も多くの観光客が利用する。料金所から五合目までは約 25km ある。富士山に向かって登り始めは直線路で料金所を過ぎたあたりからカーブが増えてくる。四合目までは急なカーブはほとんどない。 4号目から5号目までの間にヘアピンカーブがあるが連続はしていない。終点の5号目にはレストラン、土産物売店、宿泊施設の各施設がある。管理事務所では例年8月上旬から8月中旬までの観光シーズンピーク時にマイカー規制を実施し、シャトルバス輸送に切り替えている。また、冬季閉鎖はないが降雪時には迅速な除雪を実施し、 利用者の安全性、快適性と環境の調和を重視した通年営業を目指している。本道路は有料道路であるが、自転車や原動機付き自転車の通行も可能である。川口湖から富士山五合目まで登り続ける山岳道路で標高の低いところでは赤松、標高の高まりとともにコメツが白びそなどの信用受林帯を進む。ふもとの料金所は、 標高1088メートル。富士スバルラインは標高差は約1200メートルあり、山岳道路につきものであるつづら折りとなる箇所は少なく緩めのカーブでつなぎ、直線区間も多い。経路途中や終点の富士山5号目に展望台や駐車場が設けられており、標高約1400メートルの1号目下駐車場で富士山頂を望み、 標高約1600メートルの2合目の樹海台、駐車場から眼下に青木ヶ原樹海が広がる。標高2000メートル以上の4合目付近の大沢駐車場から南アルプス、八ヶ岳、静岡側の駿河湾を眺望することができる。4合目から5合目にかけて唐松などの古木が点在する継承地がある。終点の5合目まで登り詰めると、 川口湖や青木ヶ原樹海を眼下に、南アルプスや、中央アルプス、八ヶ岳、浅間山、秩父方面を望むことができる。標高2305メートルの富士山5号目は、マイカーで行ける場所としては、富士山スカイラインの新5号目、川上牧岡林道の大田湯峠に次ぐ、日本で3番目の高所である。高層段階ではあるが、地元財界などの研究では、 当該道路を事実上廃止し、その跡地に登山鉄道を設置する構想がある。富士山における鉄道構想も参照。富士スバルラインハット ABCDEF 日本の道百選研究会2002ピアニッシモ84、84-85 ABCDE 佐々木医師の伊藤2015 P60 ABCD 須藤 A12013 P101 ABCDEFG 中村淳一編 2018P72ABCDEFG 小川クリスタミア2 0 1 6 p 6 2 a b 鈴木真理子、近藤秋子高橋明子富士山に関わる心臓と仏像富士山山梨県富士総合学術調査研究報告書 P80 日本の道百選研究会2 0 0 2 TQ, 須藤 A12013, ピアニッシモ100101ありがとうございます。